そうがはやと様ま、冷たい雨の日。今日は雨の日だった。そして気温も低く、帰宅したばかりの部屋は氷の世界のようだった。今日は寒い。ただ、ひたすらに寒い。心が寒くてたまらない。 そんな夜は体の中に温かいものを取り入れるべきだな。芯から温まれば少しは楽になれるのかもしれない。この冷え切った俺の心でさえも。帰宅が遅く料理をする気にもなれないので何かないかと冷蔵庫を開けてみた。すると 冷蔵庫の中に一つグラタンの容器が眠っていたいつ買ったもんだろうか俺の記憶にない時が止まっているグラタンはまるで今の自分の心の中のようだああ奈子が前に買ってきていたものだったな何かあった時をにって 言えててくれていたっけ、俺の好物だからって休養ができちゃったの今すぐ行かなくちゃなあ実那子その用事ってあとじゃダメなのかうーん急ぎなんだごめんねし。サトシその時ふと俺の耳に彼女の声がこだまのように聞こえてきて。 視界がぐちゃぐちゃになった。台所が涙で歪んで見える。あの日がつい蘇ってきて、俺を闇の中へと引きずり込もうとする。そここで俺は拳をぐっと握りしめ、暗い記憶に取り込まれそうになるのを何とか耐えた。その途端、視界が元に戻る。 ああ、いつもの台所だ。俺は気を取り直し、袋から出した容器にラップをかけて電子レンジの中に入れた。冷凍庫に長い間入れすぎて容器内に霜が見えたが、500ワットで6分温まればきっと大丈夫だろう。しばらくの間、電子レンジが稼働する音のみの静寂が、 俺を包み込んだ。することがないと再び黒い記憶に取り込まれそうになる私にとって急ぎの用事なのよごめんねし。用事が終わったらすぐに帰るわ帰ったら少し遅くなるけど一緒に夕ご飯食べようねそして笑顔一つ残して俺の部屋から一旦外へと出た彼女は 目的地へと向かう途中で骨事故に遭いそのまま帰らぬ人となった寒い雨の日のことだったそうちょうど今日のような皆子俺の中でない混ぜになる思いあの時 俺はなぜ彼女を止めなかったのだろう。我慢して待っていれば彼女は帰ってくるだろうと思った。あの時は、そう信じて、疑わなかったんだ。ああ、あの時、彼女を止めていればよかった。ごくわずかな時間でさえ引き止めていれば、今自分はこんな思いを抱えることなど、なかったのに。 電子レンジの無機質な音が部屋中を響き渡る。温め終了の知らせだ。その音のおかげで、現実へと意識が浮上した。赤いレンジの蓋をガチャリと開けると、真っ白な湯気が自分を出迎える。温めたグラタンを皿に乗せ、フォークでぐちゃぐちゃに混ぜた。 真っ白い湯気を立てながらチーズが糸を引く。それをホワイトソースと一緒にぐるぐると混ぜ合わせる。目の前の器の中でチーズ、ホワイトソースの渦が出来上がった。まるでナルト海峡だ。その中でマカロニが沈み込んだり表面に浮いたりしている。その中からエビがひょっこりと顔を出した。 ブロッコリー、玉ねぎ、人参、ホワイトマッシュルームといった他の具材と一緒になって渦を巻いている。一匹のエビがマカロニの上に一生懸命自分の体を乗り上げようとしていた。まるで、助けてくれと言わんばかりに。今の俺の心境のようだな。 フォークを口の中に入れたところ、炎を食べたような心地だった。熱くて慌てて飲み込む。コップの中の冷たい水を喉の奥へと一気に流し込んだ。ゴホゴホと蒸せる。皮がむけたのか、口の中が痛くて思わず涙が盛り上がってきた。一体、何をやってるんだ、俺は。少し待った方がやけどなどせずに済むのだが、どうしてもこればかりは、 熱々を食べたかった。ああ、俺はいつもそうだ。後悔は後からやってくる。後悔のない時間を生きていきたいが、うまくいかない。味のしないグラタンをつつきつつ、大きなため息を一つついた。人間、どんな状態でも腹は減るものだ。 たとえ孤独で震えていても、腹立たしい思いでイライラしていても、どんな時でも払減る。この世で、生きている限り。腹を満たせば、少しは気持ちが軽くなるだろうと思うのだが、なかなかそうはいかないようだ。美奈子彼女は、料理が得意だった。何でも作ってくれた。どんな料理も美味しかった。そう。こういう、 グラタンでさえも。冴子俺一人残して一人で先に旅立ってしまうだなんてこれから先俺一人どうやって生きていけばいいというんだ思わず雪のように白いマッシュルームへとフォークを突き刺した俺が座る席の向かい側が彼女のいつも使っていた席だ そこには小さな箱が一つ置いてある。あの日からずっと動かさず、あえて置いたままにしているのだ。あの日、彼女が帰ってきたら渡そうと思っていた。箱の中には、二ヶ月もの間、誰にも開けられないままの婚約指輪。伝えることのできなかったプロポーズの言葉は、 未だに胸の中で息を潜めている。